日本神奈川県横浜市坂江区飯島町。飯島町は横浜市坂区の町名。定番を持たない単独町名である。住居表示未実施。郵便番号は244-0842。坂栄区の西部に位置し、北は坂区長沼町、戸塚区下倉田町、東は坂区本郷台、南は坂区小杉家谷、笠間、西は柏川を挟み。 坂区長尾台町、田谷町、金井町と、戸塚区戸塚町に接する。町の中部を南北に、県道大船停車場を矢部線、町の西部を南北に、JR 東海道線、横須賀線、南部を東西に JR 根岸線が通るが町内に、駅はなく、大船駅、戸塚駅、本郷台駅から、路線バスを利用する。西部に 1, 世帯が入居する団地があり、 東側には、本郷台にまたがる面積5.7ヘクタールの飯島市民の森が広がる。南東部には、タツノメカトロニクスなどの工場が点在する。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、飯島町あざたきケクボ1773番85の地点で13万9000円、平方メートルとなっている。 1889年に成立した鎌倉郡、豊田村の中心地で、1915年に豊田村と長尾村が合併。1939年4月1日に横浜市戸塚区に編入され、戸塚区飯島町が新設された。飯島の地名は、堺区の資料だと給料を意味しているが、実際は縄文時代まで、この辺りは、 海だったので、実際の島が語源である。藤沢湾から、大船入江、戸塚入江と呼ばれた海が続いていて、飯島はそこにあった島であった。南西部の光が丘団地造成時は、飯島橋に近いあたりの青色の粘土質の地層から、貝塚のような大量の貝殻が発見された。北東部の貝殻坂という地名も海であったことを、表している。 1968年6月28日に日本住宅公団飯島団地完成、同年7月16日に飯島郵便局が開局した。1969年に横浜市立飯島小学校、1981年に横浜市立飯島中学校開校。1972年に横浜市,横浜市の市民の森第1号の飯島市民の森開園。 1973年頃から飯島団地より西側の造成工事が始まり、1978年に完成し、狭間寺所が光が丘団地として建て売り住宅の分譲販売をした。現在は光が丘とは呼んでいないようだ。1986年に分区により栄区飯島町となる。1982年頃に京浜東北線の南側、 東海道線の東側に神奈川県立豊田高等学校が開校したが2003年に廃校となった。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。